そういうその言語をそのある意味進化論に当てはめたその進化するものだと捉えたときに、そのポール・ブレーマー言うにはそのプログラミング言語がこうパワーをだんだんこう進化してきたというのはパワーを持ってきた、昔のフォートナーよりも今の言語のパワーが、まあ、ある仮想的なパワーですね。でそのパワーの源というのはそのプログラムをいかに簡潔に書くかということにあるのではないかというふうに彼はこう論破したわけですね。